マジさ、ショールームのさ、美肌機能やばくない？使ってないんだよね、あれ。え、めっちゃいいよ。なんか全部真っ白に見える。6時にするなら15分くらい前に言ってもらわないと。3分前に言ってからラカップラーメンができたでしょ。大丈夫、3分前なら全然いい方だから。やらない、今から配信っつってあるでしょ。いや、私もよくやる。いや、珍しく18時から配信って言ったんだけど、3分前に告知したからセーフ。足めっちゃむくまんの。涙流すことがあれば。テンションやば。ダメだ、ダメだ。楽しいね、そうに入った。楽しいね、何でも笑ってくれる今。やば、どうしたどうした、何も面白いことやってないんだけど。怖い怖い。ちょっと待って、一回黙るね。一回黙って。どんどんの部屋のホテルを、部屋のホテル、ホテルの部屋をコンコンってするときに集金ですって言って開けてもらった。新聞の集金です。そしたらもう来月から取りませんって言われた。営業が悪かったのかな。ちょっとあの上に来る人の態度が気に食わなかった。あ、すいません、それは申し訳ございません。何がダメなんですかね。ダメで、何がダメだったんですか。ちょっと表情がニヤニヤしてて、ちょっと私が見えなかった。次回から気をつけますので、今月は撮ってもらってもいいです。真顔で。楽しいな。新手の詐欺、笑い声の可愛さがやばい。だって今ので。うん。え、可愛い笑い方。笑って笑って笑って。可愛くない。可愛いかわいい。何でも可愛いって言ってもらえるじゃん。じゃあそうだよ、みんなにとっては何でも可愛いんだよ。眠い。マジ無理のつけ、マジ無理バプタイのチケットつけてくれるって新聞取ったら。やった。どうですか。やった。どうですか。イエーイ。買うとは言ってくれない。喜んでみた。今日はリハーサルをしてきました。やっぱいらないな。頑張った多分。明日楽しみにしててください。あれだよね、瀬戸利とか言えないから、なんかあれだね。そっか。のんのんは隣で寝ながら携帯をいじってます。まあ、私の予想では TikTok を見てると思うんですけど、でも手の動き方から今は LINE ですかね。当たりでございます。当たった。朝は顔むくんでた。え、むくんでて何でしてんの。あった、実は今日。あ、そう、昨日ラーメン食べた。え、あの時のコンビニ店員さん。あ、コンビニ店員さんか。うん、コンビニ行ったっけ。うん、行ってない。え、なんか桜が舞った。ありがとう。今日おつぶちゃんさん、桜ありがとうございます。早起きをしました。何時ですか。7時です。普通です。そしたら3問の得がありました。はい、言ってください。1個なんだっけ。あ、電車が乗り換え少ないやつが、うん、あ、そう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 。あと2個目が電車の前に座ってる人が超かっこよかった。めっちゃ騒いでた。かっこいいかっこいいって言ってた。そうそうそう。そして3つ目は切符なくしたよ、部屋の。そう、あの切符なくしちゃって、すいません駅員さんに、あの先生切符なくしたんですけどいいですかって言ったら、お金なしで通らせてくれた。マジで優しい。優しかったね。超優しく、だから早起きは3問の得でないって言ってたんだけど、でもそもそも切符をなくさなければ最後のこと得にならなかったから。なんかね、乗りたかったやつがあって、それに間に合うように走ったのに、あんまがチャージができないって。そう。東京の電車乗り換え余裕？割とできるよね。なんか慣れたよね。慣れた。あ、前髪さえ
すべては前髪のせい。なんでそんないけるくない？それはダメ。今1本しかないよ。ちょっと整えてくるね、じゃあ今から。分かった。頑張る。整えたら出るの？うん。指だけ。前髪整えた意味を。指に前髪つけてきて。前髪整えても出てはくれないらしいです。指しか出てくれないらしいです。綺麗な指をご覧ください。どんどんご自慢の。やばいやばい。なんだっけ、ネイルを無理やり剥がしたらボロボロの爪のどんどんの指をジェルネイルを無理やり剥がしたんだって。アホだよね、ほんと。え、ほんとに爪超否定しない。え、でも私も同じことやったことある。ドルじゃん。え、マジでボロボロになるよね。えぐい。怖い怖い。あ、惜しい。ここまで映ったのに。出演完了。出演終了。出演料は？出演料はゆきちゃんがここにいることが出演料。いらな。いらなって言った。いらなって言われました。こんばんは。今日車両の中でさ、高速しりとりしたんだよね。あ、そう。めっちゃさ面白かったのがさ、2人とも高速しりとりができない上にあんなのが前の座席にいた人たちに「高速しりとり一緒にやりましょうよ」って言ったらガン無視されたの。カレンちゃんとヒカルンだったっけ。ガチみんなノリ悪いから。でその前にミスターとハツがいたんだけど、そう2人でね高速しりとりを3回くらいやって、でのんのんが誘ったら誰も反応してくれなかった。悲しい。携帯見てるふりされた、みんなに。みんな高速しりとり嫌いなのかな。やる？高速しりとり。いや、じゃあしりとりのりからやめよう。もうりないもん。じゃあしりとりのしから。しから。うん、わちゃから言う。はい、したいって言いそうだ。し、いけるじゃん。あ、分かった。はい、いける、はい、せーの、しじみ。みかん。違う。いや、私もね、しでね、写真って言いそうだった。向いてない。本当向いてないから。はい、じゃあ、どうしから。しか、かもめ。ムダカ。ガス。ガス。カラス。カラス。ギリセーフ。スズミ。なんて、スズカ。鈴鹿。もうダメだ、もうダメだ。部屋の消毒しちゃうかな。もう今何分？は9分。うん、いけんじゃない。こっそりしよう。なんでこっそりするの？いや、もう何も言わずに始めるから。ああ、なるほどね。鈴鹿、あ、鈴鹿っていう場所があるよ。鈴鹿サーキット。やった。え、聞いたことない。鈴鹿サーキット。いや、ない。マジか。ひなのもない。私もあるの。いや、やっぱいいのかい。やっぱやらないらしいです。前髪ボサボサすぎて明日やろう。し、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 いくよ。いいよ。シート、トマト、トイレ、レンコン。あ、あ、向いてない。え、終わらせたい。もしかしてこのシートやめたい。やめたい人。え、レ、なんか思い浮かぶ。レモン、レンコン、レーズン。レ、レ、レタス。うん、レタスか。いや、パッとレタス思い浮かばんわ。レ、レンタ、レン、レ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 。しりとり考えている時ってさ、壊れた機械みたいにならない？し、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 みたいな。そう、だから高速だけど高速で終わる。なんとか、このペースでいこう。オッケー。しから、りから。もうやめ。り、りあるもん。ないわ。とか、し、しりとのと。しりとりのと。いくよ。うん。とけい。いぬ。ぬ。下手すぎやんだけど。あるよ、沼とかさ。確かに。ちょ、むずいのやめて。簡単なんでしょ、簡単。ちょ、だってもう、いって言うと、犬しか出てこないの。とね。と、え、待って、と、と、
OK、 せーの、トンカチちくわわっしちみみそそ、そ、そうめん、あ、違う、もう終わったじゃん、すぐ終わらせる高速にする意味あるんですかって言われてる。ゆっくりやってみる、ゆっくりやってみる。そからね、そから、OK、ソーラン節シマウママントヒヒヌドロのもうそもそもしりとりが向いてないよね。いいね。ヒヒヒヒシ皮膚皮膚皮膚不死身みそ汁ルビー石ししやばい、死ねと死体しか思い浮かばない。なんでそんな死が頭にこびりついてんの。どこの世界で生きてる人。戦争地帯の方。ししシマウママント都会石川バーニニンニククリスマススミレリンレタスリンゲあーゲゲゲゲ水道ウリリススイカ漢字なんかかーいとって言いそうで誰だと思って頑張って字にした。じ自習うししし死ねかんすっところすっごろくり山手線ゲームしてだって。何それ。関連したものを逆、はいはい、え山手線ゲームじゃない。あ、それだ。山手線ゲーム全部考えんだ。え、今日のさ、うん、あれ言ってよ、早口言葉なんだっけ。砂漠で砂漠で油売るアラブの油売り。せーの、砂漠で油売るアブブブの油売り。え、頑張ってさ、10回言ってみて。いい、あの止めずに、まず、せーの、砂漠で油売るアブの油売り、砂漠で油売るアブの油売り、砂漠で油売るアブの油売り、砂漠で油売る油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 の油売り、砂漠村の油の砂漠村の。なんか10回40回、 OK、 砂漠で油売るアラブの油売り、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 砂漠で油売る無理アブアブ。ブラジル人のミラクルビラ配り、いける、10回用じゃん。 OK、ブラジル人のミラクルビラ配り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 。すげえ。すげえな。時々溺れてるって。あばぼぼぼ。言ってて。ブラジル人の。ブラジル人のミラクルビラ配り、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 ブラジル人になってとうとう。この早口言葉言えない人だんだんミラクル人のブラジルビラ配り、ブラ配りになっていくのめっちゃおもろいんだよ。めっちゃおもろい。あー面白い。あー面白かった。って感じでずっとバスで遊んでたんですけど、結局誰も参加してくれなかった。仲が良ければ時間ない、仲が良ければけなし合おう。あ、ぴったりですね、スローガン。何か。
誰も参加してから嘘結構楽しくない？え、楽しいよね、うん、やってみ、みんな会社の同僚とかと会社の同僚の人とねえねえ砂漠で油売るアラブの油売りって言って10回言って、言って仕事しろよってなんかこれ1回飲んであんま美味しくないなと思ったんですけど、なぜか2回目買っちゃいました。それはねハマってしまったんだよ、うん、沼に。え、これ、え、紅茶飲める？無糖飲める？ちょっと飲んでみる。無糖しか飲めん。逆に変わった、あ、わかる、変わった味がする。匂いがなんか、そう、なんかね普通のティーじゃないの、なんか、え、癖あるよね結構、うん、でしょ、うん、私最近あのゴゴティーの無糖にめちゃめちゃハマってるんだけど、そう、こっち結構癖あるの。でもなんか最近ちょっと美味しいなって思うようになってきちゃった。一回目飲んだ時これはダメだ、ポカリ惜しい、ずっとポカリしか飲んでない。いや、私もだからちょっと美味しくないかなって思ったんですけど、今飲んだらなんか結構癖になる味、葉っぱの香りがすごい。紅茶家電のは美味しいよね。ボス、アールグレイなのかな、これって。紅茶スリランカキニアソノダって書いてある。ね、また頭痛いんだけど。部屋もホテル帰ってきたら頭痛いんだよな。なんでだろうね。マスクで酸欠になるから関係ないよね。定期的にポカリ飲む。あなたは今日でポカリ惜しい。トラチームポカリ。運動大事。なんかね、昨日からね、私あの練習でダンスでなんかジャンプしてるたびに頭痛いんですよね。可愛くないアイドルすぎない？キャピキャピジャンプしてる途中頭痛い、頭痛い。アイドルとしてどうなのって感じ。だからさっきモノマグシ行ったんだよね。そう。あれ結構ね、2人ともカチカチだねって言われたよね。ギリギリでフライで削りが凍りさ、君が止めなかった理由を一つ教えたのか。それは何、ラップ急にラップ始められたぞ、誰で。そう、多分偏頭痛だと思うんだよね。ショールームにバレないようにセクハラしてやろうって言われてさ、防御しないと思う？でもさ、これ言わずにやったらガチの変態じゃない？確かに。え？やめろ、触るな、触るな。ねえ、見えないからさ。ラップにハマってるの？カメラそっちにするぞ。ラップにハマってるの？今ハマってんの、ずっと言ってる最近。やって。やだ。やってって言われたらやりたくなくなるよね。そう、わかる。片付けやりなさい、後でやろうって思ってた。あ、しゅうさん最近さ、後でやろうと思ってたって言ったらさ、余計怒られるから最近はさ、返事しかしないことにしてる。はーいって。あんた部屋の片付けしなさいよ。え、でもはーいって言ったらしなきゃいけなくなるから、はぁ、あ、はいって言わない。はぁ、あそうした方がいいよ。あんたもう勉強しなさいよ。ああ、そうそうそう。そしたらあの約束じゃないから。とりあえずああって言っといたらいいから。ねえねえ。天国と地獄って信じる？宗教への介入ですか？あるんじゃないですかね。やっぱあると思う。なんで？でもさ、そうなったらさ、死んでもさ、人とさ鉢合わせないといけないんだよ。どういうこと？だって天国と地獄あったらさ、普通死んだらさ誰ともさ会わなくていいじゃん。でも天国あったらさ、人と会わなきゃいけないんだよ、死んでも。いや、あと天国がどんなのか分かんないじゃん。完全個室かもしれない。あ、ウフフの世界だよ絶対。
あ、人と仲良くしなきゃいけない、うん、天国に行ってまでも、うん、最悪すぎない？それちょっとだるいね。せっかく歪んですぎない？生まれた瞬間からずっと人と鉢合わさないといけないんだよ。もう確かに死んでもなる。だから平野はないと思う。でもお母さんに言ったら死んだら何もかも無だよって言われる。何もないよって。お母さん。あ、でも死んだらさ、あの、会えるかもしれないやん、死んだ人に。お母さんとかが先に死んでた、お母さんに会えるかもしれない。あ、マリー・アントネットとかね。ん？個室の…に会いたいな。ネカフェかよって言われた、個室の天国。確かに。いや、天国は重力とかないんじゃない？受けるの？そしたらさ、体めっちゃ楽じゃん。確かに天国は重力ないと思うんだよね。気持ちもなくていいな。うん、私いつもなんか、あ、重力が重いって最近思うもん。もうさ、あの、自粛期間とかにさ、重力に抗って生活してなさすぎてさ、うん、こういうレッスン期間に重力に抗ってるとさ、重力いらないなって思う。確かに、だって体重いもんね。体めっちゃ重い。地獄は大教官とか阿鼻地獄とかいっぱいあるんですよ。ほおずきの冷徹っていう漫画ですごい私知識持ってんな。いやでも地獄てか死んだら一旦舌を抜かれるらしいよ全員。やば。天国行きの人もなんかそういう罰があるんだって。いやなんかあの口割らせないようにかな。怖い。でも悪口言う人は天国にはいないんじゃない？でもさ人ってさみんな悪口言うじゃん。わかんない。言わない人なんてさマジで1割とか2割じゃん。まあ、自分らエイトの性格に組みだからね。それはどうかわかんないけど。だからさ天国に行ける人ってめちゃめちゃ少ないんじゃない？だって動物殺したことない人なんている？アリとか殺してない人いる？え、あれ死んでんのかなアリ。どういうこと？どういうこと？昔アリ殺したこと思い出したの？え、なんかさ絶対幼少期って結構さ虫いじりったりしたかさっていうかさあの顔掴んだりとかするじゃん割と。ああいうのでもさ動物虐待に当たるんだったらさ天国行ける人なんてゼロ人じゃないのかなって思う。いやなんかほおずきの冷徹読んでたら天国行ける人って誰って思う。あ、でも天国にそういう人も天国に行かせるためにお供えがあるのかな。お供え考慮されるって言ってた。生類憐れみの霊、そうそうそう。その分悪いことした分いいこと。でもいいことってさ誰かしてんのいいことじゃない、うん、誰かにとってはいいことでも誰かにとっては良くないことかもしれないって。私生類もしてた。こういうなんか小難しい話めっちゃいいしょ。よくわかんない話ばっかりしちゃう。まあ人にね迷惑かけずに生きていくことって大事ですよね。今何分？今は、うん、24分終わろっか。あの世はアルファエマジであの世あるかマジでわかんない。話の高低差めっちゃすごいよね。さっきまでアホなしりとりしたのに急にいいことって人それぞれだよねとか言って。ああ恋って何だと思う？恋は、甘酸っぱくて川とかに泳いでんだよ。え？そっち？初恋って恋は甘酸っぱくて時に苦いそんな存在だな。美味しいってなんだと思う？美味しいのはクエン酸。クエン酸。広島の子はちょっとね疲れたみたい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。やだやだ。
終わろ。じゃあはい、春だけどゆきありがとうございます。徳島と私のアメリカ、皆さんのものに先に行きます。徳島県代表、今日は13歳です。よろしくお願いします。13歳とかになりたい。13歳、一番人生楽しかったのかな。楽しくはなかったか。矢野は2歳ぐらいで、ね、1が一番楽しかった。2歳、人生2歳、記憶ある？ないでも小5小6ぐらいすごい楽しかった気がするな。ガチ楽しい、ガチわかるね。なんかさ楽しかったよね。泊まりたかった、そのあの時点で。なんか私マジで高校の記憶ゼロなんだよね。気をつけな、高校の記憶切れるか、消えるから。頑張る。マジで覚えて、何も覚えてない多分高校の同級生に、その仲良くなかったさ同級生に会ってもこんにちはってなる絶対自信がある。あ、川ガワさん、桜ありがとうございます。ちった、かわいい。ということで13位からだっけ、いつも13位からだね。ランキングいます。13位中身さん、ありがとうございます。12位羽山さん、ありがとうございます。11位まさゆきさん、ありがとうございます。10位ピンクカメオさん、ありがとうございます。9位タクトさん、ありがとうございます。いつもありがとう、ありがとう。8位ボンゴさん、ありがとうございます。7位ふみうーさん、ありがとうございます。5位梅こぶちゃさん、ありがとうございます。4位くんくんさん、ありがとうございます。3位直樹さん、ありがとうございます。2位ゆうすけかいさん、ありがとうございます。1位やまぼろしさんです。イエイ、ありがとう。そうね、チームメイト全国ツアーファイナル見に、嬉しい。ぜひぜひ皆さん、熊本と茨城となんだっけ、神奈川、全部制覇してください。あとお話し会もよかったら来てください。バイバーイ。See you。 お話し会何日？30。30？違うの？多分29。マジか。でも来てね。バイバーイ。イエーイ。